俺の区間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。今回はですね、まあ、比較的、誰でもですね、簡単に、公認実況者になる裏技ですね、そちらの方をちょっと話していきたいと思います。まあ、ゲーム内ですることではないんで、まあ、口頭で話させていただきます。まあ、今ですね、荒野行動運営は、まあ、公認実況者っていうのを増やすために、まあ、いろいろその制度を構えているわけなんですけど、まあ、荒野行動公認実況者が一番上にあって、その下に荒野の光公認実況者があります。で、そのさらに下にですね、荒野のルーキーというですね、位が存在していて、今回自分がお話しするのは荒野のルーキーに、まあ、比較的に簡単になる方法というか、まあ、その計算で、まあ、大体これぐらいしとけば簡単になれますよという、そういうね、指標の話です。まあ今ですね、荒野のルーキーになるためには、1ヶ月で全ての荒野行動の動画の再生数が15万を超える方、これが、なることができます。15万って聞くとなんかすごいね、難しそうに思われる方いらっしゃると思うんですけども、15万って実はそんなに難しくはない数字なんですよ。まあ、なんでかっていうと、その、まあ、大体15万、そうですね、僕がですね、今毎日動画を2本投稿しています。そして配信も2回やってます。1日ですね、やってるんですよ。で、1日4回ですね、まあ、動画を投稿していることになります。これを30日間毎日繰り返すと、まあ、大体120本ぐらいの動画の本数になるんですよね。で、120本で、15万再生を賄おうと思うと、大体ですね、1個の動画が1000ちょい再生ぐらい、ね、アベレージであればいい計算になります。まあ1000再生でもやっぱりちょっと難しいなっていう風に思われる方いらっしゃると思うんですけど、まあ大体ね、動画出すじゃないですか。動画出しよったら、そのやっぱり旬な動画やったら、どんなにそのね、チャンネル登録者数がない方でも、やっぱり数万ぐらいの再生数は稼ぐことができるんですよ。まあ、30日間繰り返しとったら、3回、4回、5回ぐらいはそうやってね、万いく動画がね、ちょくちょくね、生まれるんですよね。まあ、これはもう間違いないです。されてる方ですね、多分皆さんですね、分かっていらっしゃると思うんですけど、たまにそうやってね、万再生超える旬の動画っていうのが自分の中でできて、それを公開してから実際それぐらいの再生数を、稼ぐことができるんですよね。まあ、これはですね、必然です。これは必然。なんで、まあ、数本、月に数本万超えの、動画があったと仮定した場合、大体ね、なんだかんだアベレージで1個の動画300再生ぐらいね、超えてれば、まあ、簡単に15万再生ぐらいできます。自分のですね、動画が、まあ、どんな動画を出しても今、アベレージでですね、最低500はいきます。500から1000ね。まあ、その状態でも自分ですね、月の総再生数、低くても、どんなに低くても30万ぐらい稼げますもんね。まあ、多かったら70万とか、100万に肉薄することもあるんですけども、まあ、大体それぐらい稼げます。僕の半分の再生数稼げれば、要はいいんで、だからもうね、大体300、平均300再生ぐらいで取れるんですよね。この荒野のルーキーの称号ってのはですね、簡単に結構取れますんで、まあ、皆さんですね、まあ、継続してされることをお勧めします。1日2回投稿、2回配信ですね。まあ、難しそうにですね、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、予約投稿を使うことで、わりかし簡単にですね、この2回投稿、2回配信っていうのはできるようになります。まあ、現状ですね、すごいなんか、荒野のルーキーっていう制度があるけど、その再生数とかその部分が大きすぎて諦めてらっしゃる方たくさんいると思います。でも、ぶっちゃけ、そんなに難しいことじゃないです。そんなに難しいことじゃないですね。まあ、YouTube 上で、まあ、やるにしてもね、まあ、そんなに難しくないですし、Twitter を使ったらですね、もっと簡単だと思います。Twitter 上で15万再生だったら、本当にめちゃくちゃ簡単だと思いますよ。だって、どうでもいい動画を1日4本上げればいいんですよ。なんかその日あった、ちょっとね、特別なこと、例えば自分がね、十数キル取ったとか、二十数キル取ったとか、何連ドン活しましたとか、あとはなんかね、車がなんかひっくり返って変なことになりましたとか、そんな動画、多分ね、荒野行動を毎日されてる方だったら、4回ぐらいそういうタイミングがあると思うんで、そういう動画を Twitter 上にポンポンポンと上げるだけでいいんですよ。だって Twitter 上に動画上げたら、どんなにつまらん動画でも300再生はいくでしょう。300再生はいきますし、ちょっとなんか変なことが起きてれば、すぐ万いくじゃないですか。
いや、そう考えると簡単に15万再生なんていくんですよね。なんか諦めてらっしゃる方ね、すごいもったいないなと思いますよね。うん、諦めずに毎日継続するだけでね、取れるのが荒野のルーキーなのに、荒野のルーキーになったら結構いろいろチャンス生まれますよ。僕が言うのもあれですけど、まあいろいろね、話せることと話せないことっていうのがありますけど、ね、結構簡単にね、そうやってチャンスを今得ることができるんで、まあ、荒野行動をわりかしですね、真剣にされてる方だったら誰でも取れるのが荒野のルーキーなんで、もっとみんなにね、俺挑戦してほしいんですよ。意外と簡単だよってことをですね、知ってほしいんですよね。マジでね、そんな難しくないんで、荒野のルーキーになるの。そんなに難しくないんで、まあ、皆さんに試してほしいですね。うん。チャレンジするだけだったら、諦めなければね、何度でもチャンスはありますから、今回は。うん。試してほしい。こんなチャンスがあることないっすよ、なかなか。他のゲームじゃ。こんなチャンスがあることマジでないっすから、これを達成するだけで、公認になれますよっていう。しかもハードル的にもそんなに高いわけじゃないんで、うん。こんなチャンスないっす。このビッグウェーブに乗らずに、いつ乗るんだっていう、そのレベルですよ。ほんと、そのレベル。うん。まあ今現状ですね。その、例えば、まあ YouTube だったりとか、あとまあプロゲーマーですね。そういう上手くて評価されるような存在。そういうのを、いや、すごい目指してらっしゃる方ならば、そうやって企業が後ろについて、もらえること、これがどれだけね、大きいことか分かると思います。分かってない方は、まあ大きいことっていうことを認識されておいてくださいね。ブルーオーシャン、まあブルーオーシャンじゃないか、うん、そういう会社がね、うん、ついてくれることね、すごい大事です。すごい大事なんで、まあ、本当にね、頑張ってほしいです、皆さんに。うん、ちょっともう1ヶ月ちょっと頑張るだけで、そうやってね、企業がね、後押ししてくれるんですよ。公認になれるんですよ。いろいろなね、そういうね、うん、補助が、援助が受けられるんですよ。頑張ってほしい。うん、プロゲーマーになりたいって方もね、やっぱそういうちょっと、やずらに立っていろいろするのはちょっと得意じゃないなと思われると思うんですけど、でも、ね、公認実況者っていう肩書きがつくだけで、そういう箔がつくだけで、マジで全然変わってくるんで、うん。自分の見ている、自分の見えている世界が変わるんで、うん。見えている世界が変わった瞬間ね、きっとその、プロゲーマーになる道っていうのも、いろんな選択肢が増えてくるんですよ。これもう間違いないです。うん、間違いないんで、まあ僕はプロゲーマーになったことはないですけど、企業とのコネがあって、ね、損することなんて一つもないんで、マジで一つもないんで、まあ諦めずにね、やってほしいですね、うん。まあね、まあ1ヶ月に1回ぐらいね、荒野のルーキーとか、荒野の光公認実況者って、まあちょくちょく増えてると思うんですけど、もう僕の印象から言わせてもらえれば、なんか増えるスピードなんか、増える数少ないなみたいな感じでずっと思ってるんですよ。数が少ないなって。なんでこんな少ないんだろうみたいな。なんで簡単にできるのに、ね、みんなやろうと思わないんだろうっていう風に僕はずっと疑問なんですよ。有名な人じゃないとできない、有名じゃないとこういうのは通らないみたいな感じでね、固定観念を持ってずっと考えてらっしゃる方いると思うんですけど、そんなことないです。そんなことない。だって僕だってね、半年前まで無名ですよ、ね、半年前までさ、何やったらチャンネルもなかったわけなんですよ。それでもやっぱりね、こうやって継続するだけでね、半年間継続するだけで、まあ、何かしらのこうやってね、小さいですけど、まあ、小さな成果ですけど、そういうものを得られますんで、ね、皆さんも頑張りましょう。毎日継続するだけでいいんですよ。そんなに動画が面白くなくても、まあ、ぶっちゃけ自分の動画自身、うん、自分自身の動画って、僕、正直あんまり面白いと思ってないんで、うん、そんな面白くない動画を上げ続けるだけで、ただ毎日毎日日記みたいに継続するだけで、伸びることができるんですよ。うん、もっと頑張ってほしいなと僕は思ってます。まあ、今回ね、なんでこういう話を動画で話したかと言いますと、まあ先日ですね、とある方のライブに遊びに行くことがあったんですよね。で、遊びに行って、まあ僕からしたら普通のことですよね。まあ継続して、ちょこっとその工夫して動画を上げるだけでいいですよと。だいたいこれぐらいの計算で、やっていれば簡単にその荒野のルーキー公認実況者になれますよというお話をしたら、すごいなんか勉強になったみたいな話をされて、へーみたいな思ったんですよ。多分ね、ちょっと続けていればわかるような話なのに、あーみんな知らないんだみたいな感じで思っていて、知らないんだったらもう公表してしまおうと思って、こうやって動画にしたわけなんですよね。別にね、こういうことをね、動画にして、まあ例えばその、荒野のルーキー増えるじゃないですか。
それで僕に損があるかといえば、まあぶっちゃけそんなにないんですよ。うん、まあ、競争相手が増えるの嫌じゃないのみたいな、自分のリスナーが取られるの嫌じゃないのみたいな感じで考える方もいらっしゃると思いますけど、それはまあ器が小さいっすよね。そんな小さな次元でね、ものを考えるよりも、なんか僕の考えに賛同して、例えばこの動画を見て、新しく公認実況者に、ね、なれた方が増えて、僕とのつながりができてね、で、相手にとっても、例えば僕とつながりできるし、ね、僕にとっても、その相手がね、今まで伸びてくれたっていうね、実績もできるし、それまあ、例えばいろいろコラボとかしたらね、僕にとってもね、動画のネタもできるし、ウィンウィンな関係になれると思って、こうやってね、いろんな話をさせていただいてるんですよ。もうたまにね、見るんですけど、なんか例えば売名が嫌だとかね、こういう手法の話をすると、ライバルが増えるから嫌だみたいな感じで、ね、考えてらっしゃる方、おっしゃってる方でね、いらっしゃると思うんですけど、正直ね、考えてる次元がちっせえなみたいなもんですよ。もうちょっとなんか広い目線でね、いろいろ考えて、もうちょっとオープンにね、いろいろやっていれば、もっと多くの可能性を拾えると思うんですよ。もっと多くの数字をね、拾えるようになると、僕は考えてるし、実際そうだ、実際そうなんですけど、なんでそんな大きな目線で考えることができないのかなと。言えばいいのに、手法なんてね。手法を言ってしまえば、言ってしまったところで、自分の手法を晒すことで、新たにまたいろんなものを発見できるのに、なんで言わないんだろうみたいな感じで、僕は思うんですよね。簡単なのに、簡単なことだし、やってることなんてそんなね、まあ誰も、あんまり誰もしてない方法ですけど、そんな難しい方法を僕は取っていないですし、別に僕は言ってもいいんですよ。なんかさもみんなね、なんか自分がとんでもない手法を持っているみたいな感じの言い方しますけど、中身見たらそんな大したもんじゃないですから。ただのアイデアの勝利みたいな、ただのアイデアの勝利みたいな、そんなアイデアしか持っていなくて、それを守る必要あるかみたいな。それを守るがためにね、人を貶めて、人を貶めてからさ、ね、いろいろ封鎖して、なんかそういうがんじがらみのさ、息の苦しい関係を作り上げて楽しいのかなみたいな、そんなことして楽しいのかなみたいな、そういうことしてるからいつか迷い出して、何のために自分は YouTube やってるんだろう、何のために俺はこうやって動画を投稿してるんだろう、何のために配信してるんだろう、何のために人の前に立ってるんだろうみたいな、そうやって迷い出すと思うんですよね。まあ実際そうやって迷ってね、いろいろやめた方とか今まで見てきましたし、そうやって損してきた方ね、見てきましたけど、もったいないなみたいな感じで最近ずっと思うんですよね。なんかプライドがあるんかな、今までそれで伸びてきてやってきた自分に対してプライドがあるんかな、それとも遠慮なんかな。これを使うとやっぱり自分みたいな存在になってしまうから、なるべく使ってほしくないからっていう、そういう遠慮なんかな、よう分からんけどね。そうやってひた隠しにされる方、もういろんな方いらっしゃいますけど、よく分かんねえんだよな、隠して意味ある？思うんだよね、いつも。メリットないようにしか見えないんだけど、いつも俺それを思う、いつもね、まあそうやってなんか無駄なプライドを持ってね、守りすぎてしまったがためにチャンスをつかむことができなくなってしまった方、そういう方もやっぱ見てきましたし、逆になんか変な遠慮でチャンスを逃してしまった方も見てきました。もったいないよなと思いながら、なんかそういうもったいないね思いをしないために、僕はなんかね、もうちょっとなんかいろんなことをこうやってね、口に出して動画とかね、ツイッターとか、まあいろんなスリランで外に発信して、またそれでね、新しい関係をね、いろんな今まで自分が見ることのなかったような人たちとの関係を作っていければいいなと思うんすよ。まあ所詮なんかこの世界ね、この社会ってまあ能力社会みたいな感じで言われますけど、まあ能力なんて後からついてきますから、そういう結果とか能力って自分が歩いた道の後に勝手についてくるものなんで、勝手についてくるものを追い求めたところで意味はないと思うんですよ。それよりもどうやって継続するか、どうやって継続するための環境を作るかってところに僕は重きを置いた方がいいと思うんですよね。まあ僕はそのために人との関係っていうのを重要視していて、やっぱりね、より仲良くなれたりとか、よりいい考えを持ってらっしゃる方と共に行動して、そういう風に共感していただける方をたくさんたくさん増やして、すごい自分の仲間を増やしてからですね、いい環境を整えていく。俺はそうやって
進んでいきたいなと思ってるんですよ。別に僕ね、相手の結果とか数字とか見てないですから、僕より上でも、僕より下でも、ドガンでいいんで、そんなのね。どうせ人間性で言えば、僕に勝てる人なんてなかなか出てこないですから、僕はそう思ってずっと動画やってますし、そう思って生きてますんで、やっぱりね、なんでみんなそんな狭い考えでしか考えることができないのかなと、いつも思うんですよね。まあね、その、なんちましょうか。たまにですね、聞かれるんですけど、スコアラさんはナルシストですよね、みたいな感じで言われるんですよ。俺、ナルシストではないと思うんだけどな、ナルシストでは。自分のこと好きかって言われたら、俺自分のことそんな好きじゃないですもんね。人間的な部分というか、できた人間だとは僕思ってないです。能力とかそういうのは差し置いて、ね、やっぱそういう部分での遠慮はありますよね。ただ、僕がね、この28年間生きてきて、ずっと頭の中で思ってるのは、なんちましょうか。俺はこの世界の王だと思って生きてるんですよ。俺が王だと、この世界の。俺を中心にして世界が回っているんだと、ずっとそう思って生きてます。多分ね、そうではないんですよ。実際、俺を中心に世界は絶対回ってないんです。ただ、そう思って生きた方が、やりやすいかなと。そう思って生きた方が、アホな考えを持たずに、うまく生きていけるのかなと。なんか謎の自信持っていた方が、ね、人間転ばずに済むのかなと。そう考えてずっとそう思うようにしてます。自分の、ね、周りに世界があって、俺が中心なんだと。そう思えば、なんか物事やりやすいなというふうに思うんですよ。まあそれをね、そういう風に過信して自己中のことを繰り返すのもまた違いますけども、やっぱりでもそうやってどこかに謎の自信を持っていれば、まあいろいろものはやめずに済みますからね、まあそれが大事なんじゃないですか、わからんすけどね。まあ最近ですね、こうやって YouTube 上でね、まあ違う話になりますけど、 YouTube 上でいろいろ活動していて、ちょくちょくね、まあコラボしませんかみたいな感じで最近言われるんですよ。まあ僕から話を振ったり、向こうからね話を振っていただいたりするんですけど、やっぱそこでの対応って最近大事だなと思います。なんか適当な人おるんですよ、たまに。なんか日付決めといたのに来ないとか、ね、まあ向こうの都合に合わせていろいろ時間あったら連絡してくださいねっていう話振っといたら、結局すっぽかされるとかよくあるんですけど、どんなに伸びとってもそこできない人はちょっと僕は無理かなと思います。現状まあね、結果を出されている方で、そうやって、そういう風にされてる方もね、たまにいらっしゃると思うんですけど、大丈夫かなと思うんですよ。今後ね、この荒野行動という存在がなくなって、まあ、荒野行動が上手いから伸びていた、荒野行動が上手いから伸びていた方が、そうやってなくなった時に、そうやって人間関係をないがしろにしていたばっかりに、伸びなくなってしまうみたいな、そういう感じになっていくんじゃないかなっていう風に思うんですよ。ねえ。どうなんだろうと思いますよね。まあ別に僕はね、すっぽかされてね、怒るわけでもないですし、それでなんか、やいのやいの言うわけではないですけど、ちょっと心配になりますよね。大丈夫なんかなみたいな。あんまね、そうやっぱ数字が伸びてるから、ね、何やってもいいってわけじゃなくて、やっぱりそこら辺でね、きちっと、ね、人対人のね、コミュニケーションをきちんとしておかないと、自分がね、やれ落ちてきた、時に、やっぱね、損するんすよ。いつかは、伸びていても落ちますから、いつかは落ちるんで、その時に周りに支えてもらえるか支えてもらえないのかっていうのは、やっぱりその今まで自分がしてきた言動で変わってくると思うんですよね。まあ僕もなんかね、誰がどうだみたいな悪口言う気はないんで、悪口ね言って僕自身を貶める気はないんで言わんですし、まあ、単純に僕は心配なだけなんですよね。伸びるだけ伸ばしてからですね。でもなんで自分が伸びたかっていう、そういう理由も分からずに突っ走って、でも人に対してはあんまり好意に接しずに、そうやって突き進んでから結果的にね、袋小路になってしまうみたいな、なんかそういう風になってしまうような予感がするんですよね。まあ今まで仕事をしてきて、やっぱそういう人おりましたよ。結果を出していて、結果があれば、数字を出していればそれでいいんだろうと、そういう風に突き進んで、挙句ね、その人が数字を出せなくなって、落ちて、で誰も周りもね助けずに、そのままずっとずっと下の方へ押していくみたいな、そういうところをずっと見てきたんで、 YouTube 上でもね、そうならないように、俺はねすごいね、そうなるんじゃないかみたいな、そうなってしまうんじゃないかその人はみたいな感じに思って、ちょっと最近心配なんですよね。なんかこの話ってあれに似てますよね。
去年まで巨人におった村田修一の話に出ますよね。やっぱ村田修一もね、言動がやっぱうんちだったんで、例えば戦力外になってもどこも助けてくれなかったじゃないですか。うん、今までさ、人をね、ないがしろにしていて、その状態でさ、数字だけ出してればいいんだろうみたいな感じでね、プレイし続けて、挙句少しでも落ちたら首を切られて、誰も助けてくれないと。うん、大丈夫ですか村田さん、大丈夫ですかみたいな感じで声かけはしてくれるけど、それ以上は誰もしてくれなかったんですよね、村田修一も。多分ね、 YouTube でも、まあ仕事でも、まあ学校でもそうですけど、同じことになる場合ってあると思いますよ。うん、だって同じ人の営みですもんね。なると思いますよ。そうやってなってしまう方はね、そういう風になってしまうんじゃないかなと僕は思うんですよね。なんですごい僕はですね、心配してます、そうならないかって。うん、すごい僕は心配っすよね。まあ全然なんかね、違う話をしてしまいましたけど、まあどっちも YouTube の話なんでいいっしょこういう話をしても、こういう話をしてもいいでしょう。うん、そうやって失敗する人もいるしね、うまくやりくりして成功する人もいるんで、僕は僕自身のことをね、成功したとは思いませんし、現状同じ登録者帯の人たちと比べるとやっぱりちょっと押し込んでるなと、だいぶ押し込んでるなとね、数倍押し込んでるなと思ってるんで、まあそのなんち言いましょうか、僕自身ができた人だとも、僕のチャンネルができたチャンネルだとも、僕の動画が面白いとも思えないですから、あんまりそこに関しては自信はないですけど、ただやっぱりそういうね、立場の俺から見てもやっぱり心配になることっていうのはありますよね。別に僕が上から見てるわけじゃないですよ。上から見下してるわけじゃなくて、下から見て冷静にね、見たときに、やっぱり違うんじゃないかなっていうふうに思うことはありますよね。まあ今後ですね、僕がいろんな方とコラボをね、することがね、多分増えると思います。増えると思うんですけど、俺別にその人がさ、数字を持ってなくてもいいと思ってます。数字を持ってなくてもいいと思ってます。ただ、人としてきちんとね、対人のとの関係を築ける方、うまく人とコミュニケーション取れる方、最低限の礼儀を持たれてる方、そういう方と僕はコラボしたいと思ってます。どんなに数字を持っていて、ね、何万ね、何十万、何百万と数字を持っていても、人に対しての対応が なってない人は僕は好かんのでコラボしません。うん、絶対コラボせんす。もう絶対にコラボせんす、そういう人とは。だってだるいもん。うん、なんで俺が気使わんといけんの、なんで俺が気使ってさ、ないろいろしちゃらんといけんの、違うじゃんと思うんすよ。コラボって二人で力を合わせてするもんじゃないですか。なのになんか一人がね、気使っていろいろ用意してみたいな、俺違うと思うんだよな。うん、下の人間がいろいろね、いろいろ準備してから手回ししてやるみたいな、違うと思うんだよな。うん、全然違うと思うんだよ。二人で協力してするんでしょ。どんなにね、片方が上で、どんなに片方が下でも、数字的に見てね、そういう状態であっても、それは俺違うと思うんだよな。うん、そこでまあ図に乗ってチャンスをね、逃すようであれば僕は知らないっす。うん、その人に対してまあ悪口も言いませんし、僕は愚痴も言いませんしね、指摘もしません。うん、知らないです。うん、僕はもう興味のなかったりとか、僕のなんか嫌いなタイプの人とは関わらないんで、怒りもしないし、悲しみもしないし、なんかいろいろ何かを言ったりはしません。うん、なるべく関わらないで済む道を僕は目指して行動します。うん、だってめんどくさいもん。うん、めんどくさい人と関わるのはものすごくめんどくさいもん。うん、ねえ、思わん？みんな。めんどくさい人と関わりたくなくない？どんなに数字を持っていても。俺はまあそう思っているんで、まあ今後コラボするとしたら、まあ人としてきちんとされている方、そういう方に限定します。なんでも別に、逆に言うとね、ちゃんとしてる方やったら、YouTube 始めて間もない方でも僕はもう全然いいんで、うん。人を選ぶわけじゃないですけど、でもやっぱね、めんどくさい人とはしたくないなと思うんで、まあ、される方はですね、すごいなんか、楽しみましょう。うん、ただ、二人で楽しみましょうね。僕は何かを求めたりしないんで、うん、何かしてくれとか、そういうのないんで、まあ、一緒に頑張っていければいいなと、そう思ってます。まあ、頑張る中でですね、まあ、いろいろ最近、まあ、僕もすごいね、数字が落ち込んでたんで、まあ、いろいろ
頑張ってですね、草の根活動をして、ようやく少しずつですね、チャンネルを再び上げることができるようになりました。そこでね、何をしたかというお話を、まあ、今後ですね、機会があればしていこうと思います。こういうことをすれば、一度下がっても、もう一度上がることができるっていうね、そういうお話を、まあ、していこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。まあ、いろんな人たちをね、置いてけぼりにしてはいけないなと、最近感じましたので、まあ、僕自身も反省して、人の袖を見ながらね、俺自身もあまり天狗にならないように頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。まあ、こうやって今回はいろんな話をしましたけど、まあ、今後はですね、聞きたい話とかあったら、まあ、この動画のコメント欄だったりとか、僕のツイッターの方に、リプを送っていただけると、まあ、それについてのお話していきますので、皆さんよろしくお願いします。ツイッターの方はリンクで概要欄に貼ってますんで、そちらよろしくです。それでは。